俺、ライブが跳ねたらスラムダンク見るんだ。トラッドのドープラッドトーキング。呆れるくらい澄んだ空見上げ、進んでく誰が止めても無駄なんて明白。皆さんこんばんは、トラッドの近藤孝之です。こんばんは、トラッドの小野大輔です。今週もドープラッドトーキングスタートしました。うん、12月ちょっと目に来てるじゃん。目に来てる、来てる、来てる。12月が目に染みてるじゃん。来たー、あーすごい来る。いやそうだね、衝撃だよね。今日1日よ、1日。いつも思うんだけどさ、正月が好きすぎて、正月の何日かなのが、その初詣の記憶が強いから、もう1年みたいなさ。ああ、なるほど。僕だけなのかな。逆に12月って本当にあっちゅう間に過ぎてくから、思い出が断片的だったりする、ね。あ、そうね。そう、僕に関して言うと、その俺パラがあるから、俺たちのパラダイスがね。俺パラのみになったりするよね。12月の思い出が。本当に俺は本当にずっと小野さんと付き合ってきてるけど、付き合ってそういう意味じゃないけど、ずっと付き合ってるから。やめとけ。やめろ、乗るのやめて。東京の放送だぞ。12月に入るとね、小野くんが様子がおかしくなる。これはもう。歳時期と一緒ですから。俺パラなんだな。様子がおかしくなるって言い方何よ。そうすごい。どういうこと？いやまあ平たく言うとですよ。あのいい意味で、いい意味で言うとジェダイの騎士からあの暗黒境に落ちていくんですよ。ダークサイドに。ダークサイドにパルパティーになっていくんで。おお、ちょっとそうだよね。切羽詰まって追い詰められてるよね。追い詰められていく。二人で歩いてるとね、町のお兄さんがしつこいとね、だんだん眉間にしわが、要は客引きのさ。お兄さんとか言われた。あ、だいぶ昔だねそれね。確かにね、もう、そうな、確かに、そう、喧嘩に明け暮れてたね。あの頃はね、喧嘩なりしてるから、もう触るものみんな傷つけてた。傷つけてた。このナイフみたいに尖っては。あったあった、そんな12月。いやちょっと待って、そこまで尖りはしないし、そこまでなんかキャラ変わらないよ。そこまでキャラ変わらないけど、変わるとは思うんですけど、ね、でもそうだね、それは受け止めます、確かに、はたから見たら12月の小野はどうかしてると思う。どうかしてるんじゃないけど、ね、でも理由があるからちゃんとすげえ大変なんだなとは思う。いやーねー、っていうのはね、いやでも今年も来ましたんで、ね、はい、12月1日、はい、ヒーヒー言ってますよ。でもまあうまい酒飲んでくださいよ、乾燥して。そうだね、はい、あ、それが楽しみ、はい、そのために頑張りたいと思います。頑張ってください。はい、よし、それでは始めてまいりましょう。トラッドのドープラッドトーキング、今日も最後までよろしくお願いします。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りします。トラッドのドープラッドトーキング。改めまして近藤孝之です。はい、小野大輔です、はい、ね、穏やかにいきましょう。そうですね、あ、12月、12月ですね、心を落ち着けて、まだ焦る時間じゃないっつってね。お先導だね、新しいスラムダンクもね、楽しみね。お、楽しみですか。そうだ、もうすぐじゃん。もうすぐなんですか。12月1日ってことは、そうなんですか、もうすぐ公開だよ。あれだよ、はい、ケンちゃんだよ。ケンちゃん、ああ、そうだ、宮ケンちゃんだ、僕の同期ですよ。ああそっか、芸歴的にはね、芸歴的に、うん、年1個上、1個上の同期、うわー、そうだ、ゴリだよ。うん、いやぴったりねえ、すんごいぴったり、やば、楽しみすぎる、早く見たい、ね、早く見たい。そうだね、見たいよね、青春ですもんね。なんか年の瀬にそういう楽しみができたっていうのも俺は嬉しいかな、そうですね。だからライブが跳ねたら見に行くんだ。おー、やべ、フラグ立った、フラグ立った、やべ、死ぬんかなこの人。大丈夫、死なないで。あ、今フラグ立てた、俺フラグ立てた、俺ライブが跳ねたらスラムダンクの映画見に行くんだ。
死ぬの？やだ。頑張って生きて。なんでだよ。ガッツァから頑張れるって話だろうが。だって思っちゃった今。うん。俺がだって唯一見たガンダムの映画でそういうフラグ立てて死んだ人いたからさ。おお。じゃあ俺プロポーズするんだみたいな感じで言って。あ、そういうのあるよね。大丈夫だって。ジョジョでもいたよ。いた？いた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 。二部で。二部で。うん。いたよ。へえ、うん。シーザーの親友だよ。ああ、はい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 。いやえあんな重いフラグ俺立てたの今立ってない立ってない小野くん大丈夫大丈夫大丈夫だよ大丈夫本当に大丈夫大丈夫本当に小野くんでね守られてるからすごいいろんなものに守られてる先生ラジオだラジオでここいで相談してこないでだって日々野さんだったら拾えるってああ最近証明されたからそうだねどんな小声でうまいことうまいこと使ってんなまあそんなわけで、はい、まあでも僕らのライブはね、うん、終わって一段落したわけですからはいはい、はい落ち着きましたかねそういう意味ではねまあそうホッとはしましたけどね、うんうんうん、やっぱりまあ小野くんには悪いですけどねんちょっと ホッとしました小野くんはやっぱり俺パラもやっぱりそうだね、うん、あのあと飲んだそのライブの日に飲んだビールの味が忘れられないんだけどね、うん、すごかったあの時小野くんの目が飛び出るんじゃないかと思ったぐらい実はねそのレニーアルファって、うん、あその赤羽のライブハウス、うんうん、ライブハウスならではで、うん、ですね楽屋に、うん、あのアルコールの自販機が置いてあるんですよそうそうちょっと古めかしレトロな作りのねね、うん、おしゃれだったねもうだ俺小屋入りした瞬間にうやーってなってたよねなってたなってたなってた今はダメだよねっていう話をしてね今ダメですよねえ今ダメですダメですダメですかダメあダメなんだあそうっすかそりゃそうだよねっていう話ですけどもそうだから夜の終わったらもう真っ先にはけてきて飲むぞっつって小野くんめっちゃ嬉しそうだったよゴゴゴゴゴってそうそうそううんまっうんまっ目がカーって小野くんうんまっつってあそこはいいねってやっぱり CM できそうだったねいやいやもう美味しく飲んでくれるのがこっちは嬉しいもんねだっていや、うん、あの後小野くんどうその、うん、終わった後はリフレッシュとかしたあーそうそ そう首を牽引しましたよやっぱね首は伸ばしたそうそ そうそれぐらいですかねあとまあゆっくりお風呂使ってねああまあそれは最高でしたよ私にとってはねうん気持ちいいよね気持ちいい風呂も風呂入ってねで整体疲れてるから馬刺し食べておーおーやっぱ肉食ったんだ肉食ったトークでも、ね馬刺し食べさせていただいてそれでもう一段落というかいや小野さんはもうだいぶ酔っ払ったようであその後、うん、その後そう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 、うん、帰ってね帰って、はい、帰って、うん、その日はビールだったねあ、うん、まあね幸せな寝落ちでした最高じゃん最高じゃないですか、うんまあ、そんなわけで、うんうん、ライブいいねやっぱライブいいですよライブってあなんか近藤君、はい、どうやら後輩のライブを見に行ったそうですかいや本当最高だった、うん、あのねゆまたそういやダメだ内田ゆまいやゆユーマ内田どうしたどうしたんだ本当にあのユーマ足そうって言ってもう可愛い存在じゃん俺らにとってわかんないけど可愛い子だね可愛い可愛いで来てたんだけどもう俺ねブルーノマーズのライブ行きたかったけど行けなかったのよ、うん、知り合いは行けたんだけど、うん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 、でも俺、うん、あれみたいな、うん、ブルーノ和製ブルーノマーズいたえそれユーマユーマのことですか内田がもしかしてユーマーズがえこれですかそうです僕写真撮ったんですけど九段下の駅で、はいはい、内田ユーマ、はい、祝武道館公演いいそうですデイワングラッツグラッツ行ったんですよ私あデイワンの方行ったんだねデイワン行ったんですよデイツーがユアワールドアワーワールドだったそうですそうですが、はい、いやーめでたいね本当にすごかったおめでとうハッピーでねうーんデイワンどうでした俺ね衝撃でした俺なんか声優さんの歌唱で一番かも一番衝撃受けたかも俺うんすごいと思ったすごいもう MC は可愛いうち、うん、あのうん、ユーマたそいつものユーマね、うん、むしろいつもよりなんかこう、うん、なんか絡まってるというか分回っちゃってなんかああ分回ってるっっていいじゃないいいじゃないなんか面白かったよなんかあなんかもうせっかくなんかペンライトあるから、うん、あの色はもうみんなの思った色だよとかなんかそんななんかおーおーいいねいいねユーマたそっぽい決めとけやそう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 っていう感じみんなの色でとかバカっていうそうそうそうかわいいと思ったらパフォーマンスになるともうあユーマうちだってなってなるほどすごい、いいね
びっくり、これはもう幸せでした。いやテンション上がっちゃっていろんな人に LINE 送っちゃって、なんかすごい後で恥ずかしいみたいな、うん、ユーマすごかったよ、すごかったっ報告を、そうです、いろんな人にいろんな、うわーって送ってああみたいな、マジでか、勢いで送っちゃったけどみたいな、いやー、うん、なんかなん他人事じゃなくてやっぱ自分たちのことのように嬉しいね。そう、武道館もすぐ帰ってきて返事が本人から、うんうんうん、こんちゃんさんって言うか、かわいいと思いながら、こんちゃんさんありがとうございましたみたいな、ね、あ、ユーマの声で再生余裕ね。そう、でもうご飯行こうって、俺テンション上がってるから、もうご飯行こうって言ったら、うん、打ち上げ、もう打ち上げしましょうみたいな、だから絶対打ち上げしてくるから今度あ、いいね、うん、武道館、うん、なんかさ、うん、浅野くんとさ、うんうんうん、そのユーマとで飯食った時あったんだけど、うん、昔、うん、その時って水瀬いのりちゃんの武道館のライブ見に行った会だったの。あ、そうなんだ。でその時に僕も武道館でできたらなみたいな話ね、してた。うわ、熱い。あいつだからこのスピードで夢叶えちゃって、この人すごい宇宙人、とんでもないやつだなって俺も思った。そうだよね、うん、だからすげえ、もうテンションのままみんな送った、うん、ライブの内容が宇宙人、うん彼は宇宙人だよって言って、みんなが苦笑いみたいなすごい、いやでも、うん、じゃあいいものもらったね、すごい刺激になった。うん、うん、だって家に帰ってそのまま練習したもん、配信部屋で練習、歌の練習、歌の練習か、あ、自分の深夜に帰ってきて、うんうんうん、まあ、トラッドの曲とかラップ曲、はい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 、すっごい練習したもん分かりやすく影響を受けてる。鉄は熱いうちにと思って、いいじゃない、うん、いいじゃない、負けてられるかユーマ後ろにいいぞって思って、うん、それぐらいもう衝撃を受けました、ね、うん、いや、うん、これはね、うん、またこうこっからの、うん、その影響を受けての近藤くんのパフォーマンスのね、うん、楽しみですね、頑張りたいと思います、ね、はい、いや、いい話聞けました。はい、はい、ではじゃあメール、メールご紹介しましょう、読むか、はい、こちら、ラジオネームツナさんからいただきました、はい、音頭さん音頭さん音頭さん、そうやって書いてあるんだ、え、なになになに、あ、小野さん、近藤さんでした、ちょっと待って、すごいね、ちょっと待ってくださいよ、まあだからフュージョンして、じゃん、音頭さんこんばんはゴテンクスみたいなことですか、なんで今音頭って言っちゃったんだろう、わかんない、そうだけどね、うん、全然進まないからメール読むねいつも楽しく拝聴しております、はい、先日へーと思ったことがあったので共有させてください。お昼のテレビ番組からトラッドという名前が何度も流れてきて、気になって目を向けてみると、最近のファッショントレンドとしてトラッドスタイルというものがあるそうです。トラッドには伝統という意味があるというのは以前にもお話しされていたかと思いますが、その名のごとくアーガイル柄やチェック柄など正統派で伝統的なファッションが今の流行りなんだそうです。とても耳なじみのある単語がテレビから聞こえてくると途端に意識が向きますよね。お二人は最近へーと思ったことはありますか、というふうにいただいております。トラッドスタイル、トラッドスタイル、ね、いいっすね。トラッドって名前をつけるときにいろいろググってみたら、はい、あの最初に出てきたのってやっぱファッションだ、うん、あ、そうなんですね、うんうん、ファッションの一ジャンルなんだよね、うん、トラッドって、うん、でもそう書いてくれてる通り伝統だから、うん、あ、いいかもなってその時思って、うんうん、トラッドスタイルっていうのも未だにあるわけだよね、ずっと、まあ、なくならないんでしょうね、やっぱそれ伝統っていうぐらいですから、うん、そうだよね、うん、アーガイルとかチェックだって、ケミカルウォッシュとかあれもトラッドなのかなでも今また流行ってきてるって聞いたことはあるけどね、そうリバイバルしてるよね、うん、ケミカルウォッシュってさ、うん、昔はちょっとイケてない象徴にされてたよね、なんか、うん、一時期そのケミカルウォッシュにタンクトップに襟足長いっていうのがプロレスラーの定番だったんだよね、ああそうなんだみんなそれやってたんだよ、それやってたんだ、うん、そうそう、スタイナーブラザーズとかね、あ、やった、あ、そうかも、確かに確かに、うん、襟足長いのもトラッドなのかな、もしかして僕襟足今伸ばしてるんですけど、あの伸ばしてそこ目指してるわけじゃないんですけどでも、うん、天山選手とかのことでしょ、その襟足伸ばしてる感じ、昔はだから長州さんとか、長州さん、そう、長州さんね、大体のレスラーが襟足長かったんですよ、武藤さんも長かったし、うん、長野さんだって
ね、襟足以外はな、うん、短かったんだけど、あやべ今川田さんが浮かんじゃった川田さんもそうだ、ね、川田さんも伸びてたよね。そうそう、うん、前髪と襟足を伸ばすスタイルね、うん、川田さんはね。やべ俺次はそれなのかな俺はもうその全面的に支持するよ。本田君はそうだよね、俺が髪短くするのすごい支持してくれるいやそうどんどんいけいけって。いやそう、あれ君が選択したことにはね俺は応援したいから。やっぱメンジャラス系の常連なしで川田さんのラーメン屋さんでしょそんな行ったことないよめっちゃ遠いんだぜ。あれ行ってなかったっけ一回だけ行ったことある。そう行ったことあるんだよね。それ聞いてるからめちゃくちゃ遠いんだぞ。そう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 メンジャラス系行ってるから僕はカレーラーメンカレーラーメンそうそうスターハンセン来てたらしいよ。おマジでかすごいじゃん、何の話してんだよということでこれからも僕たちへの質問疑問やってほしいこと何でも OK です。メールお待ちしております。ではここで1曲お聴きください。トラッドでバーミリオンフェニックス。滴り落ちる大雫の味を知ってるから、鈍色の空に挑むよ千の花広げて、いつからか青く引きた太陽が Well あふれ出した影が All Let's go。 あんなおとぎ話やふざけたドラマもう夢は見ない、何度だって Knock me down 倒れても恋愛立ち上がろう、不死鳥のごとくこの場所でバミリオンフェリー中和感の炎、バミリオンフェリーこの未来でくれ、そして灰になって命が終わっても蘇ろう、君だけのために。トラッドのドープラットトーキング、マジジェニア。我々のトークがちょっと上目の世代狙いなのはもう言わずもがなでございますが、皆さんもきっとジェネギャ、ジェネレーションギャップを感じたこと、感じさせたことがあるはず。そこで皆さんが経験したジェネレーションギャップのエピソードを送ってもらおうというコーナーでございます。キラカンさんねちょっと待って待って、いい本編では喋ってなかった、今休憩の時に喋ってたことを、ね、飲食店をやってるプロレスラーさんの話になりましてスムーズに入れ込んできましたけどね、うん、スムーズに話しかけたことあんだからね、キラカンさんにみんな知ってるのかな、それこそジェネギャだと思って今話したんだけど、すごい都内をチャリンコでこうフラフラってすごい190センチ超えのおじさんが、おじさんがねびっくりするよね、知らないと逆に、そう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 キラカンさんでしょうねって言ったら、よくよく知ってるなお前声に僕らにとってはでもアイドルですからね。いやもうでアメリカでも活躍したね、アルバトロスですからね。アルバトロスって あだ名がね、ああ、うん、ハゲタカっていう、あそうだ、うん、聞いたことあるわ。そうそう、やべえこういう話をずっとしていたいやめろと、ディレクターがやめろと。いや俺も同感だよ、同感だけどやっぱディレクターさんが言うんだったらねしょうがない。メンジャラス系の話もっと深く掘り下げたいもん。メンジャラス系はねカレーラーメンマジでうまいよ。うまいんだよね。そうそうそう。唐揚げあと唐揚げ。そうそうそう。唐揚げもそうそう、うまいらしいじゃん。うまかった。そうそう。この間新日本プロレスの解説のね来てたよ。うん、もうそこまでだって、うん、今。きつく言われます、ね、うん。レフリーが。はい、すいません。小鉄さんが。はい、今。懐かしい。懐かしいな、ここで山本こと小鉄さん来てんだ。星野勘太郎さんもいるぞ、うん、今注意されてすごいものすごい注意されてるからジェスチャー鬼軍曹、鬼軍曹、鬼軍曹にでおなじみすいませんでした。はい、メール読む、メール読みましょうか。どうするどうするどうする、はい、あ待って、あれなんだ、ヒット商品ランキングを紹介 したいんですけど。なるほど。1位ヤクルト戦、2位チーカワ、トップガン、うん、カヌレ。へえ、この番組でも結構触れましたよね。
なんか12月年の瀬だからこういうランキングも出てきてるんですね。そうですよね。ヒット商品ランキング、ヤクルト1000、今売ってるね結構。僕はもうレディーから買ってるっていつも言ってますけど。ああね、ヤクルト版レディーね言ってたね。どっちなんで、性別があやふやなんで。いや女性ですよもちろん。いやヤクルトマン、ヤクルトマンレディーでしょ。マンはどこから来てるのか分かんないけど2位のチーカーは、チーカーは大好き。あ、そうなんだ。あんまりよく分かんないんで、ね、葛藤があるんです。聞いてもらっていいですか。いいですよ。ツイッターフォローしたいんですけど、チーカーの、うん、でも俺チーカーのアニメ出てないのにフォローしたらなんかファンの人が混乱するかなと思って近藤さんチーカー出るんですかって思われたらちょっとあれだからうん、黙ってしろよフォロー。すげえ背中押してくれんじゃんそうだね、グイッとね、うん、今、うん、もうそれはもう俺はフォローするよチーカーシーサー大好きなんだ俺。シーサー出てくるの。そう、スーパーアルバイターのね資格をね一生懸命勉強して取ったんだよシーサーが。シーサーがそう、嬉しいさーっていう。あら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 、あの絵柄で。絵柄でシーサー、かわいいのよシーサー、かわいいのよ。いやちょっとがぜん興味が出てきましたシーサーがいるっていう時点でシーサーもいるし鎧も出てくるし、でも2位なんだ、はい、めっちゃ流行ってんだねじゃあね。すごい流行ってる。知らなかった、うん、あとトップガン、グッと俺たち寄りになるね急にそうだね。トップガン、マーベリック、ね、マーベリック効果でしょうね、うん、あとまあカヌレね、うん、カヌレは僕大好きだから。あ、俺食べたことないな。え、マジでか。はい、逆に僕はこれは知らないです。今ブームだから、うん、どのコンビニにも置いてある、はい、カヌレが置いてある。へー、うん、だ僕も一社だけをおすすめするのはちょっとね、はい、そうですね、忍びないんですけども。で、ね、後で教えるよ。ありがとうございます。あそこのカヌレはマジで顎外れるぜ。あ、そう。顎外れるって面白い時の表現じゃなかったっけ。ほっぺた落ちるとかじゃなく、ほっぺた落ちなくて、ほっぺた落ちるぜ。顎がガイーンってなるんですか。後ろからカヌレだ。ほっぺた落ちるぜ。ほっぺた落ちるぜなら美味しいんだろうな。今ジャンレの風に言った。ジャンレ、いや、わかんねえよ。わかんねえ。フランスなんでね。フランス。あご外れるぜ。ジャンレのってそんなんだんだ。あご外れますよ。マジかよ。じゃあナタリー・ポートマンで呼びますか。お願いします。やめます。メール読んでください。メール読んでください。わかりました。メカシズ夏井さんからいただきました。ヒロボレ。私は自動ドアが開かないとき、その場で両足でジタバタと床を踏んで開けようと試みることが多々あります、うん、ところが先日、それは年取った人間しかやらない行為として結構ショックでした。お二人は自動ドアが反応しないようなときはどうされていますか。そして最近は自動ドアが開かない経験なんてみんなしないのでしょうか、ということで。これちょっと今日の音源聞き直したいんですけど、はい、近藤くんがさっきその、うん、ショックでしたの前にちょっとだけ木が入って、はい、キショックって聞こえたんですよ、うん、僕だからなんか新しい言葉かなと。ちょっと待って、それは、お返ししますけど、オンドゥもひどかった。そうなの。だから、俺もオンドゥって言っちゃったけど、はい、近藤くんもキショックってなんかやっぱり谷山さんに申し訳ないな。ちょっと気色悪いも入ってんのかなと思って。違う気色悪いとショックが合わさって、気ショックだって開かないの怖いよね。まあそう、結構ショックでした。ああそうか、だから気ショック、うん、なんかねちょっと皆さん聞き直してみてください。老化ですか、ね、どんなラジオだよ。なんでしょうね聞き直しを推奨するラジオってなかなかないけどねすいませんすいません、はい、自動ドアが反応しない、そんなことありますか、ね、ありますかね。あんまないの、うん、ここをタッチしてくださいで開く自動ドア。ああ、まあまあまあ、はタッチしなくても開くらしいね。あ、そうなんですか、うん、だって上からセンサーで照らしてるんでしょ、まあまあまあ、付近ありますもんね、というのはあるけど、でもそう言われると最近減ってきたけど、ボタンのタイプ、はいはい、自動ドアなんだけどカシャコンってなるやつ。あ、多いよね。あ、まだある。ありますあります、うん、なんかそのイメージある、ね、あれがなんかソフトタッチで半押しぐらいだと開かないよね。開かない、うん、結構強くやらないと。俺疲れてたのかなそう、すっごいやっぱ疲れてる時だったと思うんだけど、はいはいはい、で荷物も結構重いもの持ってて、はいはい、はい、いくら押しても開かないっていうのが一回あったカシャコカシャコって落ちてたくなって、うん、あれショックね。なんか分かる、それはなんかその、うん、自動ドアが反応しないとかも地味にショック受けそうだもん、なんか、うんうん、そうそうそう、うん、地味にね、うん、あとパスも、あ、パスもね、パスももうケースに入れたまんまやろうとすると反応しないとか、ね、接触がちょっと悪くてっていうね。あ、一番ショックなのは、はい、
絶対出れるなって思ってたら、はい、入場記録がついていませんの。あー、ね、ピンポーンってなるやつだ。はい、お前キセルだなって言われてる感じ。いい声、駅員さんいい声、うん、貴様キセルだな12秒じゃないそのどうさんって。そうな、駅員さんって感じ。なるほど、ね、がして、うん、あれが一番ショックだったかな最近は。あ、入場記録ないのはねちょっとね。あれもねタッチが甘くて、俺タッチ甘いんだね、だからね、甘いんだよ、ね、ソフトタッチだから。そうちょっと爪が甘い、フェザータッチだから。フェザータッチいいように言うけど何浅野くん。ちなみに自動ドア昔は足元の重さセンサーだった。あ、だから両足でジタバタ昔の人はしてたってことなのかな。子供とかだと開かない時もあったんだって。あ、なるほど。あ、間違ってはいないんだ。間違ってないんだね、うん、そしてジェネギャだね。確かにジェネギャだわジタンダ踏んでるの可愛いな、ね、そうだね、確かにいいんじゃないでしょうかね、うん、俺も今度からそうしよう開くかな。今日は以上です、はい、皆さんが感じた、また感じさせてしまったジェネギャ、ぜひ教えてください。以上マジジェネギャでした。トラットのノープラットトーキング。お送りしてきましたトラットのノープラットトーキング、本日の放送も間もなくお別れのお時間となりました。この番組ではメールを常に大募集中、質問から希望要望コーナー宛てなど、どんなことでもいいのでぜひ番組宛てにメールしてください。メールアドレスは trd@joqr.net trd@joqr.net です。ここでトラットからのお知らせです。昨年10月に開催したトラットスペシャルライブ2021トラットのライブブルーレイ &DVD が発売中です。収録内容や封入特典など詳しい商品情報は公式ホームページ SNS をチェックしてください。また来年1月から放送になるテレビアニメ吸血鬼すぐ死ぬ2のエンディングテーマを我々トラッドが担当します。タイトルはコージークレジーパーティー。初回限定版、通常版、アニメ版、キャニメ限定版の4形態で、発売は来年2月15日、現在予約受付中です。ぜひよろしくお願いいたします。そして CD の発売を記念した吸血鬼すぐ丸々する2キャンペーンの開催も決定しております。予約や作品のレビューをしてぜひスペシャルステッカーを手に入れてください。こちらも詳しい情報は公式ホームページや SNS をチェックしてください、はい、ということで、うん、まあ、あの告知はねそらそら言えるんです僕らは言えるんです。言えましたかね。言えます。言えます、はい、でも今日は割と噛んだっていうな、あの本編中。そうですね、いやオンドゥはオンドゥさんはちょっと俺も自分でびっくりしちゃったよ。そうですよね、なんか インドとかにいそうですよねオンドゥさんってね。おお、ナマステなんだっけ近藤くんは。キショックだ。キショック言ってないと思うけどなキショック言ってないと思うんだけどな。ちょっと調べてほしいな。そうだね、ちょ検証、皆さんで検証してみてください、はい、言ってたらごめんなさい。でもラジオって割とそういうところから面白がやっぱ生まれるんですよ、まあ、そうですね。結構オンドゥにキショックにね、うん、まあ、互換はいいですけど、互換はいいよね、うん、俺は割と気に入ってるよ、ね、もう使いどこないですけど、ですけれども、ね、はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はドラッドの近藤孝之と小野大輔でした。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。